鈴木すずみ8センチヒールのコラムショー、 イエーイ。ここからは特別スタジオ部員鈴木すずみさんによるコラムのお時間で、いいタイトルです ねえ。これなんでこういうタイトルになったんですか？あ、私去年末に8センチヒールのニュースショーっていう本を出したんですけど、それもともと週刊スパで3年間ぐらい関東コラムっていう1ページ目のコラムを書いてたんですよ。時事ニュースをちょっと切るような、はいはい、あれ今そこ石戸ちゃんが乗っ取ってない？そうですそうです、石戸さんに取られたんです私そういうバトンだったんですね、はい、はい、変わって、でそれが8センチヒールで踏みつけたいっていうタイトルでやってた連載だったので、はい、最近8センチヒールのっていうのがちょっと私のマークみたいになってて、踏みつけるイメージなのね。そう、なんかいや8センチヒールでこういろんなムカつくことの上をカッポするみたいな。なるほどでそんな中今日はな何をカッポするのかっていうところなんですけど、そうですね、今日ちょっと本を持ってきたんですけど、はい、これをすごい面白い本だったので紹介したいなと思って、うんうん、石島あゆみさんっていう著者の方の妾と愛人のフェミニズム近現代の一夫一妻の裏面子っていう、これ大学の先生とかじゃなくて、もう本当に個人的にすごい、もともと大学に勤めてた人なんですけど、地道な研究をして書いた愛人の歴史、めかけの歴史で、愛人とかめかけってやっぱりそのフェミニズムとか、あとなんか社会のこう少し議論になるトピックとかにもあまりならなくて、つまり味方をする人って一応こうダメっていうことには一夫一妻が基本になってるので、なってるがゆえに賛否の議論とか、あるいはこの人たちもちゃんと保護しなきゃダメだみたいに、例えばコロナ禍のセックスワーカーとか、コロナ禍の水商売の人みたいにちゃんとこの人たちの権利を守ろうみたいに言う人もいないし、議論の対象にあんまりされてこなかったから、フェミニズムの女性史の研究でも愛人とか目かけの研究ってすごく少ないんですよ。でも片ややっぱり日本って目かけって明治時代は一応一時期だけですけど法律でちゃんと法的立場があった人たちなので、 その文化ってそう簡単にはなくならなくて、今目かけっていう文化はないですけど、例えば愛人を持ってるっていう意識で不倫してる人もいれば、普通の不倫とか、あるいはパパ活みたいなものって残ってるじゃないですか。でそんな中でもやっぱりそれって少し表のこう歴史では語られないことなので、こう一夫一妻が一応守られてる中で、そこからこぼれ落ちる存在をこう当時の例えば週刊誌の記事とか、新聞の記事とか、あるいは文豪たちが描いた不倫の歴史はものすごく豊饒なものがあるじゃないですか。それをかなり丁寧に紐解きながら、人々がこう愛人とか妾をどうやって描いてきたか、どういうイメージをしてきたかっていうのを振り返ってる本で、結構ね知らないこともいろいろあって、すずみでも知らないことだらけだったの？知らないこといっぱいあったんですよ。だから明治の初期に10年間ぐらい法的立場があったんですが、やっぱりその当時の日本は一生懸命近代化しようとしているから、やっぱりこう西洋化近代化の要って一夫一妻婚を確立することだったので、こう妾の廃止がこう近代化の重要なポイントで、一応廃止されるんですけど、でもその後もやっぱりそのいわゆる子供を自分の妻の子供ではない愛人の子供にこう相続させるみたいな、妻に子供がいない場合みたいな文化自体は認められて残っていたり、文化としては結構長い間残ってたんですよ。でも当時のやっぱりその例えば森鴎外とかのこう文学を見ると、なんでその男の人が特に、こう貴族とか家族の中では妾文化がだいぶもう前近代的なものというふうにされてからも、今度はそれまで妾文化がなかったいわゆる当時の成り上がり者、どんどんその過去商人だった人たちなんかがすごく財閥とかを築いていく中で、その当時お金持ちになった人たちが今度は妾を
欲しがるんですよ、うんうん、でそのなんか理由がやっぱり森外の文学とかでね描かれてるのが面白くて、やっぱりその妻は自分がまだ無力だった頃、うん、何者でもなかった頃を知ってると。だから妻の前では思いっきりえばったりできないじゃないですか、うん、男からすると。で、妾は自分が成功してから会ってるから、うん、最初から自分をすごい存在として思ってる、うん、妻はあなた今は偉そうな顔してるけど、もともとはねボロチー服着てなんかあのペコペコしながらお金稼いだ人じゃないって、やっぱ心のどっかで思ってるんじゃないかっていうので、目かけの方が安心できるみたいな、そういう文化があったとか。それってなんかちょっとその別にあの同情もしないけど、うんうん、でもなんかちょっとわかるじゃないですか、そういうかつて身分制社会が崩れた後にこう成り上がった人たちがどうやってプライドを保ってたかみたいなところにもつながるし、うんうんうん、面白いんですよ。でやっぱりこう例えば1800年代の最後の方と1930年代ぐらいを比べると、最初のうちって例えばなんか目かけがいることによって例えば妻が怒ったみたいな話があの週刊誌に載ると、最初の大正の頃とかって妻が責められる、なんか週刊誌でも新聞でもその嫉妬してしまう、その男を理解しないで嫉妬してしまう妻の落ち度みたいに書かれてたのが、やっぱり1930年ぐらいになると今度は旦那さんの方とか、うん、目かけの方にこう攻撃が行くみたいな、うん、そういう、こう意識の変化が、ね、あったり。面白い。昔の作品見ると、ね、そうですもんね、うん、で結構当たり前のものとして描かれていたりとか、そのなんかあなたに解消がないからねっていうなんか嫌味とかも、うん、今じゃ考えられないわけですもんね、うん、報道見てもね。なんかやっぱり私ちょうど今月あの来月号の文藝春秋って雑誌に、あの文藝春秋って今年100周年だったから、うん、そのいろんな特集を 100年史みたいなのやってて、うん、で恋愛の100年史みたいなのをまとめて書くっていう仕事があって、こう文藝春秋がその時その時で報じた、それこそ勝慎太郎と中丸珠緒さん の、はいはい、あの対談とか、いろんな面白い、吉行淳之介が亡くなった後に宮城真理子が書いてる文章とか、すごいこういろんなものがそれこそ文藝春秋に載ってるので、それを読み返してこう振り返るっていう原稿を書くのに、やっぱりねこの100年史こう男の浮気の100年史だなと思うぐらい。男の浮気の100年史なんだで、やっぱりこれを全然今まであんまりこう日本の女性誌がまともに書いてこなかったのは、うん、それこそね制裁の数と同じかそれより多いぐらいの愛人の数がいたと言っても、うん、過言ではないぐらいに、みんなその愛人の話をやっぱりしてるんですよ、うん、まあ吉行淳之介、それこそ宮城真理子自身もあの制裁ではなかったし、うん、例えば勝新太郎がなんか中村珠緒になんか新聞買ってきてって言った、その新聞の一面がなんか愛人スキャンダルだったみたいな話とかもう、まあね、今は笑えるけれどもみたいな。いやそうなんですよね、だから、まあ、それこそ最近はすごく不倫ってどんな世界にいてどんな成功者であってもやっぱりあの許されないことみたいな意識がすごくありますけど、うん、なんかその価値観ってすごく新しいもので、うん、今後も変わっていくものだから、やっぱりちょっとなんかこれ読むと、まあ、不倫で社会生命まで奪っちゃうのは少しもしかしたらあの後から考えるとここなのかなって思ったり、うんうんうん、その歴史がねつながってる以上ね、うん、なんか根こそぎ否定するのがすごい難しいことなんじゃないかなって思うこともありますよね。そう、なんかこんなに言ってもやめないってことは、うん、やっぱりそれなりに何かすごく一夫一妻婚のほころびっていうかね、うん、なんか足りない部分があるのかなっていうふうに思うので、うん、すごい面白そうな本、面白いですよ、うん、なんかやっぱりあのすごく細かく資料を読み解いてるので、あの読んだことあるような文学であっても、あそっかここに出てきたのってその目かけの複雑なあの心情みたいな話だったんだみたいな改めて分かることもあるし、うん、おすすめです。すごく石島あゆみさんのご著書目かけと愛人のフェミニズム、こちらもぜひ読みたいんですけれども、その男と浮気の100年史みたいな鈴木すずみさんの文藝春秋のね、はい、ぜひ来月号の、うん、はい、見てください、合わせて読みたいです。鈴木すずみ8センチヒールのコラム賞、
このコラムはポッドキャストや YouTube でもお聞きいただけます。文化放送のホームページにあるポッドキャスト QR、 おいでよクリエイティブの YouTube チャンネル、ぜひチェックしてください。お知らせの後は桂宮司の座布団5です。